皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太郎です。今日はクラシックギターの弦の紹介をさせていただきます。それがね、こちらの2つになります。どちらも同じメーカーで、ハナバッハというメーカーです。昔からある、メーカーですけど、ドイツの弦ですね。でこちらが、一番王道のノーマルのハナバッハです。ノーマルテンションで王道のものですね。ノーマルバージョンで、こちらが、最近私買ったんですけど、エクスクルーシブという、高級のとか上級のという意味ですねの、弦です。でこれの比較のね、動画を今回紹介させていただきますけれども、どちらもね、こう感じたのは、こうプロ向きの弦なのかなというふうに、こう最近になって思うようになりました。でギターもそうですし、弦もそうなんですけれども、何の気なしに弾いてそれなりにいい音が出るギター、それなりにいい音とか、それなりに決まった音色、ある方向性の音色が出る弦というのはあるんですね。はい。でちょっと自分のフォームが安定していないアマチュアの方とかは、そういったギター、そういった弦の方が、いい場合もあるかもしれません。例えて言うならば、ある程度オートマチックで撮れるカメラみたいなものですね。それなりにいい写真が撮れるというオートマチック、ね、で対してこのハナバッハという弦はですね、プロ向きの弦だなというふうに最近思っておりまして、何の気なしに弾くと本当にぼやけた音が出るような感じです。だからすごくアマチュアの方は使いづらいなという感じがするんですけども、ただ一方でこうちゃんとコントロールして出せば、はっきりした音も出るし、ふくよかな音とか艶やかな音も出ると、プロというか弾き手のこの意向を反映してくれる弦だなという感じがします。先ほど言った、それなりの音が出る弦というのは、こちらがある程度コントロールしてもそれに反応してくれないんですよね。もう音の方向性が固まってしまって、ある領域をなかなか出るのが難しい、だからそれなりには出るんですけど、それ以外というかバリエーションが非常に少ない弦というのが実際あるなというのを経験して感じておりますが、これは、いろんな音が出る、で特にこのエクスクルーシブという弦は、前エンドが1弦2弦3弦は、透明な弦なんですけども、ちょっと見ていただきますかね。ただ、ちょっとですね、カメラ越しではほとんど分かんないと思うんですけれども、これ1弦2弦3弦っていわゆるナイロン弦なんですけど、3弦がちょっとすすけてるの分かりますか。ちょっとだけすすけてる、もう分かんないかもしれません。ちょっと、よく見るとすすけてるんですけど、透明ではないんですけど、すすけてるんですよ。で1弦2弦はナイロン弦で、ノーマルのハナバッハよりも前エンドが高い、非常に精巧に作られているものなんですけど、3弦はナイロンじゃなくてチタンが配合されてる弦なんですね。チタン、それですすけて見えてる、チタン弦。今ね、ナイロン以外の素材で他にあるのがカーボン弦というのがあるんですけど、これはチタン弦、私も初めてなんですけど、で4弦5弦6弦が、これも特殊なコーティングがされている弦で、一般的なハナバッハ、ノーマルのハナバッハより3倍寿命が長いというふうに言われているみたいです。これから使い込んでいかないとわからないんですけども、肌触りもね、こんなにツルツルした低音源初めてだなというくらいにすごく滑らか、シルキーと言ったらいいんですかね、すごく肌触りがいいので驚いております。値段もね、倍ぐらいするんですけれども、それなりの価値のあるものなのかなという感じがします。それで論より証拠で、ちょっとギターは違えどね、こちらがノーマルのハナバッハを貼ったギター、こちらがエクスクルーシブを貼ったギターです。でどうしてもギターの違いがあるので、全く単純に比較ができるというわけではありませんけれども、少しでもね、参考になれば、
まあ、カメラ越しではありますけど参考になれば幸いと思って、ちょっと両方演奏します。じゃあまずはノーマルの花バッハ、こちらですね、ノーマルの花バッハ、ね、こちらを張ったギターで、ちょっと音を出します。まあ、輝きがあるし、メリハリもあって、いい音を出してるなと、音量も十分だなという感じがします。で、一方こちらがエクスクルーシブを張った弦です。花バッハと比べて派手さはちょっと落ちるというか、落ち着きがあるというか、大人びたというか、気品があるという感じがこう私聞いててはします。で、もう一つは3弦がチタン弦になっているという影響もあると思うんですけども、ノーマルの花バッハでよく世間的に言われている弱点がちょっと弦が太いと言われてるんですね。3弦が太い、それでちょっと3弦がちょっと太い音になりやすい、ちょっと明瞭さに欠けるということを言われているんですけど、チタン弦に変えたこのエクスクルーシブの場合だと、すごく分離がいい音、3弦でもこうはっきりと何の音を出しているかっていうのがこう分かる。しかしこうカーボン弦ほどこう、耳につんざくような金属的な音がしていない、まあ、チタンっていう金属を使っているんですけど、カーボン弦ほど金属的な音がしないで、ほどほどの範囲に収まっていると、その究極のバランスが素晴らしいなと、うん、で、低音源もすごく明瞭な音が出しやすいなと、まあ、一方でこう重厚感のある音も出せるなという感じで、こういろんな方向性の音が出せると、分離もいいし、いろんな音色も出せる、で音量も、まあ大きすぎるというわけではないけど、必要な、量は有しているという感じがします。はい、ということで、まあ、ちょっと花バッハの弦をね紹介させていただきました。いろんな音を出したいと、まあ、その代わりちょっとコントロールするそれぞれの集中力とか技術量というのは必要ですけども、いろんな音を出したいという方にとっては、こう花バッハというのは一つおすすめの弦ではないかなというふうに思います。参考になれば幸いです。それではさようなら。